アーサー・リー・ローズは、アメリカが州国テキサス州、ウェーコ出身の元プロ野球選手。左投げ左打。兄・リッキーも元プロ野球選手で、1988年から5年間、ニューヨーク・ヤンキースのマイナーチームで、先発投手としてプレーした。1988年、ボルチモア・オリオールズからドラフト2巡目で指名され、契約。1991年8月21日に、 メジャーデビュー。当初は先発を務めたものの、1996年5月からリリーフに専念し、1997年にはリリーフで10勝を挙げた。1999年11月1日に FA となる。同年12月21日にシアトルマリナーズへ FA 移籍。2000年から4年間マリナーズに所属し、中継ぎサワンとして活躍。 2001年にはリーグ5位の71試合に登板し、8勝0敗、3セーブ、防御率1.72という成績を残した。2003年11月27日に FA となる。同年12月23日にオークランドアスレチックスへ FA 移籍。2004年11月27日にジェイソン・ケンドール及び金銭とのトレードで、 マークレッドマン及び金銭と共にピッツバーグパイレーツへ移籍。同年11月29日にマット・ロートンとのトレードでクリーブランド・インディアンスへ移籍。2006年1月27日にジェイソン・マイケルズとのトレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍。2007年1月25日にフルス・マリナーズとマイナー契約を結ぶ。5月2日に トミー・ジョン手術を受けシーズンを棒に振った。2008年1月15日に再びマリナーズと契約。開幕メジャーはならなかったが4月14日にメジャー昇格。その後中継ぎとして活躍していたが7月31日にフロリダ・マーリンズへトレードされた。シーズン終了後にフリーエージェントとなり、シンシナティレッツと2年に400万ドルで契約した。 2010年4月13日、フロリダ・マーリンズ戦から6月26日、クリーブランド・インディアンス戦にかけて33試合連続、無失点というメジャー大記録を樹立した。また、この年、自身40歳にして、初のオールスターに選出されたが、登板機会は与えられなかった。12月23日には、テキサス・レンジャーズと1年契約を結んだ。 2011年8月8日に解雇され、11日にセントルイスカージナルスと契約する。10月にはプレーオフに出場。ワールドシリーズでは4ヶ月前まで同じチームでプレーしていたレンジャーズと対戦した。2015年1月16日に正式に現役引退を表明。2021年7月6日、独立リーグアメリカンアソシエーションのクリーバーン。 ゲールローダーズの投資コーチに就任した。ありがとうございます。